そういうのばっか考えちゃうんだよね、別に。何番目でもいいから愛されたら嬉しいなって思います。はい。なんかなんていうの、握手会の日程みたいなやつ作ってるじゃないですか、みんな。あれをやろうと思って。言い方しんどいよね。いや、そういうネタやん。 そういうネタやん。こんばんは。なんかよくあるじゃん、何番目の女みたいな。ね、なんだっけ、何の話してたの今。自分で分かんなくなった。ということで、本日もあちらを食べていきたいと思います。すごい有名なチョコです、こちら。これ今日はこちらを食べていきます。3時から枚数が無制限。あ、そうなんだ、初めて知った。ごめん、なんか3番目の女とか言って全然知らないのに文句言ってごめん。なんかありがとう、それは嬉しい。えなはとても幸せ、元気100倍だわ。違うんです、これはきみちゃんがくれた、買ってくれたんです。待ってます、幕張ね。 OK。兄ちゃんがくれたんだ。明日誕生日だよって帰り際に言われた。全然忘れてて。じゃあ忘れてたっていうか、なんか思ってたんですけど、その、バレた？元気100倍かけてんのバレた？アンパンマンに。かわいい、ありがとうございます。一緒に話してて。あ、ほいな。あ、今日2じゃないよな。忘れてた。明日は、じゃあ2じゃないよもやって。あ、そうなんです。明日皆さん7時から。うまっ、ありがとうございます。あれです、カミフォレのショールームリレー配信します。なんとなんと、えんちゃん1番目なんです。皆さん見に来てください。入った、ありがとうございます。かわいい、ありがとう。トップバッターをやるんで見てください。本当ありがとうございます。だからみんな拡散してください。いいね、ありがとうございます。えなちゃんがトップバッターやるんだって。寂しそうだから見に来てあげてくださいって。いいね、ありがとうございます。最近自分寂しがり屋なのかなって思ってて。寂しいんですよ、なんか。あら恋しいのかな。なんか誰かにくっつきたくなる。なんていうの、誰かと一緒にいたいみたいな。おいしいです。今日スタバ飲もうと思ったのにさ、やってなかった。ジャージャー食べるんじゃなくてね、前歯しか食べれないの。だからこんなちっちゃいやつでしか食べれないんですよ。
ちょっと溶かして食べないとね、食べれないんだよ。え、何の話しようと思った。あ、そうそうそう、今日レッスン中にね、なんか面白いことあったんだけど忘れちゃったやん。じゃあ、まだ歯がないのって言うけど、永遠に歯多分ないよ。そしたらここ永遠にっていうか、永遠は嘘ついたけど、ここ1ヶ月はずっとないですよ。多分ここにくっつくまでが時間かかるから。ほら、海の君原本当に半端ないよ。みんなに味わってほしい。てかツイッターで十分味わってるか。なんか君原すごいよね。初見です。だって絶対安やん、見たことあるもん。キメハラすごいの。レッスン中に何かがあったんだよ。そしたらひなのが鬼になっちゃうみたいなこと言ってきて、みっちゃんがまた鬼滅みたいに言ってた。そう、みっちゃんが対応してるんです。みっちゃん見てるから。でもさっきみたいなの見てないから、鬼滅はねずっとなんかおおって感じだった。みっちゃんマジ大変だと思う。ハートありがとうございます。このさ、四角のやつ可愛くないですか、みんな。急になんかさ、写真がこれめちゃめちゃ横長になっちゃうの。なんかめっちゃ潰れてるんだよ。なんか初めカメフラみんなで自撮りしたやつをにしたら5人ぐらいしか映んなくて、ちょっと変えようと思って変えたんですけど、もう単独の時に撮った写真なんですけど、いい感じに入ったんでそれにした。この写真かわいい。じゃあ、えのは今日の目標を決めますね。12時になったら、あの一番初めに金ちゃんにおめでとうって送ります。なんか誰よりも早く、ファンの人よりも早く書くからメッセージ送っちゃい。で、あの何、あ、そう、トーク会の口をしてお風呂に入り、あ、隣の四角っていうものはですね、あの左側右側にあるのかな、みんなからしたら、え、だから、まあ、左側にあるんですけど、あの紙フレのボタンの四角、紙フレボタンみたいなのがあるんですけど、この四角を押していただけたらチケット買えるのでぜひ買ってください。画像作るのはちょっとめんどくさいから、写真で許して。えらも作ろうかな、ちょっと時代遅れしよう。そう、バナーっていうの、これ隣のバナーからにしよう。じゃあ、バナー、なんか
いいこと知れた。ぜひ見てください。えなはニューワードを覚えました。バナー。ちょ、聞いてほしい話ある。これ言ったのかな、言ってないか。この髪の毛になった理由があって、なんかこの髪の毛になった理由があるんですよ今日ね。でなんか空き時間に時間があったから、キミちゃんが髪の毛巻くわ、巻いてあげるよみたいな感じで言ってくれて、髪の毛巻いてたの初め。そしたらなんか人の髪の毛って巻くのめんどくさいね、あ、じゃあ間違えた、難しいねみたいな言ってきて、キミがね。でなんか髪の毛ボッサボサにされたの本当に。なんか巻き髪、なんか人ってやるのめっちゃ難しいんですよ髪の毛巻くの。でそしたらなんか爆発みたいになっちゃって、この三つ編みになりました。ちょっともう結ぶしかないとか、でこれこのままレッスンしてきた。で今日はあくしゃくしゃになっちゃった。キミちゃんの名探偵来てた、うん、ありがとうございます。これなんか20202-0121、誕生日が入ってます。そして羽が生えております。最後に裏側にピンク、かわいい。ピンクのレッスン着なんか着ないからさ。新しくもらいました。これでお揃い。エナの生誕ティーはちなみにみっちゃんが持ってるよ本当にこれな、もっと明日着るべきだよね。明日着よっかな、すぐ洗濯して。ブラボーありがとうございます。さあ明日はみっちゃんの生誕ティーを着る予定なんですよ、エナの中では。そうみっちゃんも生誕ティーくれて、そう1月誕生日送って、悩んもくれたの去年。去年の悩んのやつはまだねクローゼットにしまってある。あーやばい、なんかさ、あ、そうなの。今日ねあれ届いたんですよ。なんかずっと頼んでた、ずっと頼んでたって言い方おかしいんだけど、なん、あ、止まった。出ないの。やばくね。生きてるこのショールーム。ハートありがとうございます。なんかチカチカ鳴ってるけど大丈夫そう？あ、生きてる？よかった。だよね、なんかおかしかったよね。電波じゃないんだよね。ですよ多分。あ、切れた。まあ、やばいやばい。なんかタイムリミット起きてるこれ。音波ありがとうございます。あ、最近多いの？多分ね容量不足。止まって、生きたらなんかみんな送って、なんかやばくない？え、大丈夫ですかこれ。えな、ショールームやっていいのこれ、やめろよみたいな感じのパカパカ。本当は近づいてた、あざと爆発しちゃう？大丈夫？ロンパ、
爆発したらみんな助けてね。ドハマりした。ウォーイエイエイオあざとかわいい。高このアンパンマンチョコの秘密っていうか、みんなが多分知らないであろうことを教えてあげます。お疲れありがとうございます。みんな絶対知らないでしょってことを教えてあげる。このアンパンマンチョコって種類が5種類ぐらいあるんですけど、5種類あるんですよ確か。で赤ちゃんもいるじゃないですか。あれだけカロリー1キロカロリーだけ低いって知ってます？これ赤ちゃんも以外の5本4本は70キロカロリーなんですけど、この赤ちゃんもんだけ69キロカロリーなんですよ、謎に。ね、なんかただコンビニに売ってた5本セットみたいなやつが気になっちゃって裏見たの。そしたら全部のカロリー乗ってて、全部70なんだと思って見たら1個だけ69だったから、いや何の差とか思って気になってました。以上です、今日の雑学終わり。今日もインスタのストーリーを更新したので見てください。毎日誰かとあげてんの最近、レッスン終わりに。今日はアンパンマン。ためになった、それはよかった。なんかあとね、今日はね芥川賞みたいなやつが発表されたらしいよ。かわいい、ありがとうございます。なんか知らないですけど、何になったのかはちょっと調べてないんですけど、さっき川島のショールームをちょっと見てたんですよ。そしたら話してた。だからあ、そういや朝のニュースでやってたわと思って。いいね、ありがとうございます。今日の朝何やってたかな。なんか最近ねよくニュースを見てるんですよ、朝起きてるから。てかさ、本を読む風習がさ私にはないからさ、あれよね、芥川賞なんかさ聞いても何の本か分からんよねきっと。ハートありがとうございます。かわいい、ありがとうございます。今話題のニュース、あ、週刊か。学校で本読む時間は仮眠をするか、最近は友達とちょっと喋るか、なんか紙に書いてるかっていう生活をしております。いや、あるんですよ本当は本読まなきゃいけないんですけど、本読まないからさ。なんか話すの、あ、今日の朝、そうだ、ちょっと ここでは話せないニュースを見たわ。そう、こんなショールームで大々的にこんなニュース見ましたって言えるような内容のものを見てないからちょっと言えない。最近めっちゃまつげ綺麗なんですよ。かわいい、ありがとうございます。てかさ、今日さショールームやるプランじゃなかったの別に、まあ、時間があったらやろうっていう最近のスタンスっていうの、こういうのって時間がやったら帰ってきてご飯食べ終わって9時半に間に合ったらやろうと思って最近来てるんですけど、だから今日間に合うかなみたいな、わかんなかったから、なんかしかもレッスン前に時間あったからメイクしようと思ってメイク道具持ってったんだけど、目元しかメイクしてないんだよね。そういえばマスクするからいいやと思って目しかしてなかった。
だからこっから下すっぴんってめっちゃおもろい状況今。でもさ、あんまこっから下ってさ変わらんような意地ないから。かわいい、ありがとうございます。でも最近そういう人多いと思うよ、エナマスクしてるから目だけやるみたいな。マスクしちゃったらさ分かんないしさ、どうせ乾燥してパキパキになっちゃう。乾燥ひどいよ最近、みんな気をつけてください。こんばんは。マスク美人だよね本当に、わかるそれな。マスクマジで嬉しいけど、リップが減らなくなる。そういうマスクはしないと。リップを塗らない加湿器いるよここに、うさぎちゃん。なんかさ、これさ使い方合ってんのか分かんないんだよ、煙出てんのか分かんないレベルなんだよ。あ、濡れた。この水捨てなきゃ、変えなきゃいけないんだけど、めんどくさくてやんの忘れちゃう。友達がくれたからちゃんと使おうと思って。そう、友達がくれたんです、誕生日プレゼントで。かわいいよね。いや違うの、こういうやつ USB っていうの、これでつけれるんですよ。最近だって全部そうなのかな、わかんないけど4時間使えるみたいな。だから朝起きたら切れちゃってるけど、まあ熟睡するまでの時間サポートしてくれればいいの嬉しいから。あ、マジ水替えないでカビ生えんの、それは終わったわ。3日ぐらい替えてないけど大丈夫かな。え、そう、友達センスいい友達多いのかな。私、え、そう、キミちゃんから誕生日プレゼントもらったんですけど、めちゃめちゃセンスいいのあの人。なんかエナのことやっぱ分かってんなって思う。あとね、誰かみっちゃんも、え、そう、みっちゃんもパックとか普通にありがたいものもらって使いたいんだけどさ、今肌荒れてるからさ、肌治ったら使うねって言ったそう、みんななんかセンスいい。そういうのは足がいつもカッサカサだから、キミちゃんはボディクリームくれた。そうなんですよね、バレてるカサカサなのそう、アミさんは今年こだわってるらしくて、なんかめっちゃ面白いなこの話、アミに聞いたし、あのアミに聞いてくださいアミにあの誕生日プレゼントの話教えてって聞いてみて。最近のも知ったんですけど、ちょっと気まずい気まずいってなった。なんか誕生日プレゼントもらうって嬉しいなってめっちゃ思うよね。わかるこの気持ち。なんか幸せだよね誕生日って。なんかプレゼントって嬉しい基本。えのさ、なんか突然されるサプライズとかめっちゃ好きなのよだから嬉しいなって思う。コラボ配信しよっかな今度。もう何年もタンブレもらってないの。え、なんかあげるよ、なんか誕生日の時に会いに来てあげる、投げキスでもあげるよとか言ったら恥ずかしいわぜひ現地でお話し会に近い方、投げキスをもらいに来てください。誕生日いつも一人なの。じゃあやなが付き合ってあげるよ誕生日にやだ言っちゃったよ、もう何も言えんじゃあ劇場で誕生日ですみたいなやつを持ってたら
恥ずかしいわ。内緒だよ、ここ今見てる人の内緒。え、投げキスなんかしたことないよね。あ、その代わり毎回言われたらもうしませんので、あの毎回会いに来るために今日誕生日ですって言われてもしないよ。ね、そうじゃない、だって誕生日詐欺されんの悲しいわ。なんかキスなんかね、めったにしないよね。え、なんか1回だけしたことあるんですよ、劇場公演で、あの約束用の時にやった。去年はエナにショールームでお会いした。本当に？じゃあ一緒に過ごせてますね。なんかさ、投げキスって難しい。しかも K2 公演ってかっこいい曲多いじゃないですか。だって通りすがりでいいこと聞いてしまったらって、これは来るしかない。あ、いいよ、誕生日何日前とかだったらいいよ。誕生日5ヶ月後とかですとか言われてもね、ちょっとオート、俺なんて握手会で嘘しか言ってないよって言ったら、もうあなたが言ってること全部嘘になっちゃうけど大丈夫？こんなこと言っちゃって大丈夫？信じれなくなっちゃうよ。面白いねみんな前髪分かれちゃった。大丈夫大丈夫とか言ってるけど、皆さん素直に生きよう。アグリタイムが来ちゃったということで、ありがとうございました。早く終われってショールームの人にも言われてるので、ぜひトーク会とカミフレ会いに来てくださいということで、皆さんありがとうございました。またね、バイバーイ。